と景気よくやってみようよ。死に物狂いの明るさで。何それバス？え、何それ替え歌？いや替え歌じゃねえって。いやだってドカンと一発打ってみようよ。いや違う違う、それ元々は真心ブラザーズっていう歌手のドカンって曲なの。え？これなんだよ、元々今の歌詞。あ、曲あんの？それをなんかまあ合うから高校野球で応援会でそれ変えたの。元々なんだ。そうそうそう、知らない真心ブラザーズ。ないあの月9でねヤマピーがサマーヌードやってたじゃん。それでなんか不思議すぎやったーとか歌ってたじゃん。あれも元々真心ブラザーズだからね、あのサマーヌード。そうなんや。あ、そうなんだ。結構多いんだ、そういうの。あ、原曲あんだね。そうそうそう、うららうららうらうらでうららうらら。何それ何それ何それ。うららうらうらで、この世は私のために。いや何その曲。打てよ打てよホームラン。いや違う、いやだこれも元々は山本リンダっていう歌詞の狙い撃ちって曲が原曲だから。はえ、あ、知らなかった。誰それ。山本リンダっていうなんかその昔の歌手。あ、そうなんだ。そういう人が狙い撃ちっていうのを歌ってて。あ、それも知らんかった。原曲あんだ。そうそうそう、打てよ打てよホームラン愛よ。いや、それは違う、それもだから。あ、それあんだ。それも作ったやつ、誰かね。で、ちなみになんかリンダはスペイン語でなんか美しいみたいな意味らしいから。そうなんだ。マジです、多いの、本当にそういうの。あ、そうなんだ、うん、ここもまかなパラはあいつの唇。いや、それだって応援歌じゃん。激しく抱きしめて。いや、絶対パッパラパー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 カットバセパッパラパーパーパーカットバセでしょ。いや、これはまあ、だからルパン三世のやつだから。ルパン三世。え、いや、ルパン三世のやつだからね、それの。知らんの、ルパン三世。三世。いや、世代問わねえだろ、ルパン三世は。